B 爆撃機計画は第二次世界大戦直前にドイツで計画されたものでドイツ空軍の中型爆撃機、重爆撃機を対象とした次世代高速爆撃機の開発計画である。当初、ドイツ航空省はこの計画の結果に非常に強い期待を持っており、当計画以外の新型爆撃機開発計画はほ、すべてキャンセルしてしまっていた。しかし、 当計画による新型爆撃機の開発は失敗し、結局ドイツ空軍は第二次世界大戦中、時代遅れの爆撃機を運用せざるを得なくなってしまった。B-17 フライングフォートレスアブロマンチェスターを4発化したアブロランカスター HP-56 を4発化したハンドレページハリファックス1930年代の航空機設計では、 エンジンの出力不足が設計における大きな課題となっていた。航空機技術の向上によりかなり大型の航空機でも機体の設計、製作が可能になっていたが、それを離陸させるだけの出力を持つエンジンが存在しなかった。航空機用エンジンを大量に生産する能力を持っていたアメリカ合衆国はエンジンの出力不足を補うため B-17、17 フライングフォートレスに見られるように4機のエンジンを搭載してこの問題を解決していた。イギリスやドイツはアメリカのようにエンジンを大量に生産することができなかったため、4機のエンジンではなく高出力な2機のエンジンを搭載する設計で間に合わせようとした。そのため、イギリスやドイツはより強力な次世代エンジンに重点的に投資を行った。 そのエンジンは B-17 みの大きさの航空機を2機のエンジンで賄えるほどの出力を発生する予定だった。1930年代の終わり頃、新型の高性能エンジンの設計が始まり、イギリスとドイツはその新型エンジンの搭載を前提として新型爆撃機の設計を行っていた。しかし、イギリスでは新型エンジンであるロールスロイスバルチャーエンジンを 搭載するように設計されたアブロマンチェスターやハンドレ、ページ社の HP-56 は十分な性能を発揮することができなかった。そこでアブロマンチェスターと HP-56 はバルチャーエンジン2機搭載ではなく、より小型のロールスロイス周りにエンジンを4機搭載するように再設計され、それぞれアブロランカスターとハンドレページハリファックスとして開発された。 皮肉なことに、この二つの機体は、第二次世界大戦で非常に有用な銃、爆撃機として活躍している。1936年、ドイツ航空省は高速爆撃機の強作を開始した。当時は、創発の爆撃機の方が、単発の戦闘機よりも高速を発揮できると、考えられていた。この考えは1936年に開催された。 チューリヒのエアレースでドルニエドゥ17が同時代に設計されたヨーロッパ中の戦闘機よりも高速で飛行していることからも証明されていたその年の終わりにドイツ航空省は高速爆撃機として設計されたものの中からユンカース188 18を選定したがその速度と引き換えに188 18は小型の航空機になっており爆弾層には 少量の爆弾しか搭載できなかった。18、8は、追加で、機体外部のラックに爆弾を搭載することもできたが、その場合は、空気抵抗が大きくなり、性能が著しく低下した。出力の低いエンジンで設計された、高速爆撃機では十分な爆弾搭載量と、燃料を搭載することが不可能だった。その欠点を補うために、 ハインケル HE111 やドルニエドゥー17のような速度の遅い機体が運用され続けていた。u 8 8が運用されていた頃、ドイツの高性能エンジンのベンチテストが始まっていた。ダイムラーベンツ DB604 やユンカースジュモ220には 2500HP の出力が計画されていた。1 8 8に搭載されているジュモ211と比較して、 これらの新しいエンジンの出力は2機で 5000HP にもなり、利用可能な出力は2倍以上にもなった。この大きな出力により、大きな爆弾搭載量とそれを、搭載可能な大きな機体内部スペース、より長距離飛行可能な余裕のある燃料搭載量、そしてより高い速度を持ち合わせている機体の設計が、可能となる予定であった。 フォッケウルフ FW191 ユンカース1288ユンカース社は1937年後半から188にジュモ222を搭載し性能を劇的に向上させた発展型あるいは4つのクランクシャフトを持つジュモ223ディーゼルエンジンを搭載した型の研究を行っていた ドイツ航空省は1939年7月に B 爆撃機計画の使用書を発行した。B 爆撃機計画はフランスまたはノルウェーの基地からイギリスのどの場所へでも爆撃できる航続距離を持ち最高速度実速 600km で爆弾搭載量 4000kg を備えた新型の中型爆撃機を要求していた。また、 乗組員の作業性、防御火器の性能向上のために、弱圧キャビンと遠隔操作の重当の搭載が計画されていた。ドイツ航空省は高性能な機体を求めた、B 爆撃機計画で設計された機体をもって、既存の運用されている爆撃機をすべて更新する予定だった。アラド社、ドルニエ社、フォッケウルフ社とユンカース社が計画に参加し設計た。また、 ヘンシェル社の後に HS130 で参加している。しかしこの協作は形式的なものであり、すでにユンカース社の1288が量産対象に選定されており、プロトタイプの発注がなされていた。アラド社の AR340 は設計段階で落とされ、ドルニエ社の DU317 は優先順位を落として開発されることとなった。一方、 フォッケウルフ社の FW191 もプロトタイプの発注が行われたが、フォッケウルフ社とドルニエ社の機体は計画のバックアップとして、RLM の技術局で他の設計のテストベッドとして実験が開始された。例えば、航空機を高高度で運用した際に、油圧装置が凍結する可能性を回避するため FW191 では、電動モーターによる、 駆動システムを実験的に搭載していた。しかしこのシステムは航空機の配線を非常に複雑なものにしてしまい、機体製造やメンテナンス時の作業量が激増した。また、モーターの数が多く、故障する可能性も高いシステムだった。1940年中頃には FW191 と1288の試作機の機体は完成していたが、 搭載予定の高性能エンジンである呪文222、または DB604 は未完成の状態にあった。初飛行の際にはエンジンが間に合わなかったため、両機体の開発チームは予定していたエンジンより、900HP 出力の低い BMW801、星型エンジンを搭載することを決定した。このため、試作機は深刻なエンジンの出力不足を抱えていた。 1941年10月になって、ジュモ222エンジンが開発チームのもとに届けられた。また、この時点で DB604 の開発プロジェクトはすでにキャンセルされていた。1942年5月、この計画はジュモ222エンジンの不調によって絶望的な状況に置かれた。そのため、エンジンが巨大で、重量も、 かなり重いダイムラーベンツ DB606 を代わりに使用する提案がなされた。FW191 と1288の試作機はこの DB606 エンジンを搭載するように命令が下された。この時点で FW191 は BMW801 エンジンを搭載して試験飛行をしている段階にあり、1288も 試験飛行を行っていたが、着陸時に着陸装置を破損する傾向があった。RLM は、B 爆撃機計画が失敗した場合の保険となる、他の設計を計画していなかったために、絶望的な状況に置かれた。例えばヘンシェル HS130 のような通常の DB603 や DB605 エンジンを2機、使用した設計や、 ドルニエドゥ317に連結エンジンである DB606 や DB610 エンジンを搭載することなど。そこで188 18をベースとした188 18バイトの設計をさらに発展させた188や既存の爆撃機の設計を拡大させて4発機にした試作機が発注された。1943年6月 TAMT は計画を破棄した。 たとえジュモ222の改良に成功しても、この頃のドイツではすでにエンジンに使用する耐熱合金の材料が不足しており、量産ができない状態になっていたためである。また戦局が悪化し、ドイツ空軍は他国を爆撃することより自国が爆撃されることへの対策を優先せねばらなかった。ドイツ空軍が所有していた既存の双発の中型爆撃機が、 時代遅れになりつつあった1943年後期になっても有効な設計は何も残らなかった。最終的に爆撃機 B 計画は大規模かつ驚くほど高価な計画であったにもかかわらず何も得られず失敗に終わった。ありがとうございます。